綺麗に買ってくれたのがね。二つかこう、なんて言うんだろう。ああ、綺麗に。これはどこだ？柏原やね。柏原が綺麗に見えるんやけど、うねびさんが見分からんな、どれか。あれ、うねびさん、あんな近かったっけ、うねびさん。あれ、三浦さんやな。うねび持ってもいいやろ。そうですね、正面がうねびさんやな。あら、ボケとる。おしょめしょめ、もとげ、もとげ、ください。これがうねびさん。で、これがみなさん、左が。みなさん、見えないか。みなさん。はい、ちょっと。技術入れんのかな。あら、開いてないかもしれんな。鍵かかってんの？鍵かかってますか？残念。ほうきをね、この時はね、ほうきに使ってくれてんだけど。あら、鍵かかってんのかね。残念でございましたね。開いてるでって前聞いたんだけど。これ奥行きは、このちょうど手前からね、15メーターちょっと。14、5メーターあるかね。持ち送りというよりもちょっとこれは、左から、ちょっと膨れとるかねえな。右側まっすぐやから。ね。で、両袖かね。はい。いやー、入れると思って来たんだけどね。残念でございました。ちょっとやっぱり怖いね、これ。これだけ。ね。これだけ出てくるとやっぱ怖いわ。これ。ね。この右の方がこれだけ垂直にね、立てるからね。左、この感じが。こら怖いわ。やっぱりそんな感じかな。ちょっとね、やっぱりね、出てますね、これは。ああ、入れませんでしたか。ねえ、せっかく来たんだけど。はい、ありがとうございました。残念でございましたか。入れるぜって聞いたんだけどね、買いかかってたか。どうでしたかね。残念でございました。これ公園部でね、前方部にも、こう、前方部のちょうど真ん中辺かな、に石室が2基ぐらいあるんやけどね、それ見れるかな。どうだろう。夏来た時はね、最初に来たけど夏やったから、もう、すごかった、ここね。よー、中に入るのにね、ここは入った記憶残ったから、ここね。この辺が上がるとこなかったっけ。こや。これ、どうもここやな。いや、それでもほとんど上がったような感じしないな、これは。これは。あらあら。
滑るばっか。こんなとこ行ってるやつおらんねやな、もうほとんど。これ1、ちょっと小ぶりやけどね。もう最初来たらドーンと滑ってね、びっくりしたんやけど。この奥にもう1機あんねん。これをみんな入るって言われるけど、どうやったら入ったんやろうね。ちょっと入れんぞ、これは。これちょっと入れまへんで。あら、結構大きいんだ。見えんかね。あ、かなり。目視ちょっと見えるけど。ああ、奥の土砂が随分落ちてるね、石も。これは入るか。うん。今日はもう無理やけど、どろどろになるし。ね。はいはい。そこじゃなくて、向こうの公園部に入りたかったんやけど。ここじゃないんですよ。大きいね、思ったよりも。ここ。ここは、小さいか。これ最初に来た時、ドドドドドって下まで落ちたんやな。こんなやつだ。ちょっと小ぶりでございます。3キャンでいくね。はいはい、退却しよう。今日は、公園部の石室を、ちょっとね、空いてるで聞いてきたんやけどね、ありませんでしたわ。入りなかったよな。残念。はいはい、二つがこう、前方公園風や。どれぐらいあるんだろう、これ。60メーターぐらい、5、60メーターあるのかね。こっちが公園部やけど。はいはい、ありがとうございました。残念でした。今日はね、公園部の席が空いてるということに来たんだけど、入りませんでしたわ。鍵かかってましたわ。はい、ありがとうございました。